はい、皆さんこんにちは。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日は偶然見かけたシリーズでね、ショート動画、鬼滅の刃のなんとかいうのがありましたんでね、通りすがりに何やろう思って、この巨眼みたいなのがあったんでね、ちょっと見ておきましょう。ショートなんでね、なんかこういう感じですよ。なんか神戸新聞に出たのかな。名場面再現な、あ、石終わったのこれ。なんか一刀両断にした何かのあれなのかな。それがこの岩らしいねんけどね、みんな見に来てんのこれ。よくわかりません。ちょっと入ってみますわ。この道ほとんどね、車通らないですよね。ちょっと丹波の方に行きたかったんやけどね。その行く途中です、これ。こんなわざわざ作ったんやろな、これ。ちょっと、悪い。感謝するの。ちょっと臭いと。そうだ、やるよ。ここか、これ。これ。硬いな。ここを抜いて、ちょっと横にやっといてな。これ、なんか隠せるか。来ました。よいしょ。ちょっとだけやから、開けましょうな。これか？これじゃないよな、あれや。なんか、炭治郎いうやつがなんかしたらしい。鬼滅って俺見てないから分からへんけどね。ただまあ人気やから、アニメ界か何かでもね。これか。これが割れてるっちゅうわけやな。まあ何でも名所スペットの勝負はできるもんやねえよ。まあ確かにな。なんかちょっとコスプレしてやりたい気はするね。こんだけ見事にね、割れとったら。どないなってるのか。割れとるだけ。はぁ。なるほどね。はい。はい。まあそんな感じでね、本日はちょっとショート動画でね、鬼滅の刃のなんか岩があるみたいな、なんかそういうスポットに来てみました。またよろしかったらね、丹波に抜けるちょっとその道の抜け道というか、社からね、加東市から抜ける道に沿いにありますんで、ぜひお立ち寄りくださいね。では本日もありがとうございました。またね、チャンネル登録とね、高評価ボタンいただければありがたいです。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。